おつもるです。というわけで2024明治安田 J2 リーグの第27節、清水エスパルス対ザスパ群馬の一戦、4-0で勝ちました。よいしょということで、アイスタですアイスタですなんか2試合連続で、スタジアム来れました。よかったですあの来れたことでもうなんか満足しちゃってるんですけども、今日も試合振り返っていこうと思います。下がるんかい。ピカルちゃん、お来てますね。早速今日、そうラランジャギャラクシアの限定ユニですね。今日からだよね。そうだよね、今日から、サードユニで、やってたんですけども、あ、77番ちゃんと来てる。おー、かわいい。てか初めて知ったけど、ピカルちゃんの尻尾ってハートになってるんだ。そうなんだ。え、初めて知ったんだけど。初めて知った。ありがとう、ピカルちゃん。イエーイ。これピカルちゃんがこれ食うやるぞ。イエーイ。オッケー。これ以上やってるとパラちゃんにボコボコにされちゃうからやめますありがとういや、ありがとうございますってことでですね、動画撮り始めて約2分、試合のこと全く話してませんでしたはい、というわけでですね、ちょっと振り返っていきましょう。結論としては今日個でぶん殴ったサッカーなんじゃないかなと思います。個でしっかりと、制圧するときは制圧して、そして、基本的にハードワークで、気迫、走力、球際全部勝てて、いたからこその 4-0 なのかなと思います。総合的にはね、 もちろんその今回ゴールの部分でも、非常に再現性のあるゴールばかりで、とても良かったなと思います。仙台戦でね宇野禅斗選手のゴラッソぐらいしかなかったんで、ちょっとやばいんじゃないかと思ったんですけども、それを懸念を払拭してくれるようなゲームだったんじゃないかなと思います。はい、そう、宇野禅斗選手でいうと今日2試合連続ゴールで、しかも今回コーナーキックからデザインされたゴールだったんで非常に良かったですね。はい、こういう風なゴールどんどんね、たくさん打っててか決めてくれればいいのですが、なかなかフットボールそうはうまくいかないので、来週のね、甲府戦がどうなるかものすごく楽しみだなというところです。それ以外のところで言いますと、アブドゥルアジズヤクブ選手、移籍後初ゴールで後半最後4点目決めたんで、いやー、やっと決めたね。やっと外国人選手を決めてくれたので、ものすごく良かったですね。外国人選手というか、フォワード陣だね、はい、決めたのでものすごく良かったというところですね。正直、てか2点目3点目ももちろん良かったですよ。カルがね、先制点最初に決めてくれて、ものすごく、そこからね、間違いなくもう90分間エスパルスのペースほぼほぼって形だったので、いや、やっぱ清水の10番でこうやって結果残してくれるとそりゃ嬉しいですよね。そりゃそうだよいやそこからの展開ではあったものの、そうだ、めっちゃごめんなさい、今日話がものすごく、あっち行ったりこっち行ったりで大変聞きづらいかもしれないんで申し訳ないんですが、はい、X でね、鈍行でそのまま東京から来て、キックオフ結局間に合わずに、やばいって思ってましたが、選手点は見れました。ありがとうございますどこ情報っていうねどこ情報みたいな感じですけども、はい、そんな感じで、4-0 で夏休みいいね、お盆休み、スタートできたんじゃないかなと思います。ただちょっとね、今後エスパルスが良くなるためにもちょっと今後期待の意味で言うんですけども、正直今日は 4-0 ではなく 6-0、7-0決めれる試合だったんじゃないのかなと思います。はい、正直決定機4点5点分ぐらい4号ぐらいあったのでね、全部決めてればそれはね、8-0とかになってたと思いますが、やっぱ荒野がもうちょっと決めてほしい。荒野がちょっと最近点、そ
そう、メガネかけて、そう、あ、気づいてくれるんだ。え、嬉しい、嬉しい。どうすか、どうすか、メガネ。またまた。え、なに？ん？ん？うん、このメガネを視聴者プレゼントであげるのはどうかって言ってたってこと？ゴリゴリ私物やないかい。ゴリゴリ私物やないかい。あのね、ちゃんとね、エスパルス関係のメガネって、概要欄はこちら、あの、コメント欄でお待ちしてますじゃないのよ。コメント欄でお待ちしてますじゃないのよ。あの、ちゃんとね、あの、ちょっとこれは私物のやつなんですけど、確か、2年ぐらい前に J リーグとコラボしたエスパルスのやつ、サングラスあったじゃないですか。あれはちゃんと俺買ったんで。ねえ、ちゃん、ガソプレゼントですよ。プレゼントじゃないのよ。全部あげればいいってもんじゃないの。ありがとうございます。本当にもうありがとう、バルちゃん。あの、こうやってね、絡んでくれるマスコットなかなかおらんで、本当に。しかも覚えてくれるマスコットなんてなかなかおらんよ。出演料のためにやってんのね。あのもう やっぱキャラ確立してんね、バルちゃん。分かってるね。ありがとうございます、今日もね、ありがとう。あの、来週も来るんで、また勝ってやる。次こそまたお願いしますと、コメント欄でまたねーと、バイバーイ。じゃないのよ。じゃないのよ、パルちゃん。俺なんかもうほんとね、日が経つごとにパルちゃん語が分かってる気がする。多分あの、J リーグ応援してる、あの、発信してる YouTuber の中で、マスコットと絡んでる率、第1位な気がしますけど。本当ありがたいです、パルちゃん。マジでパルちゃん神。ピカルちゃんもそうですよ。ありがたいですね。はい。あ、そうだ、もう話戻しましょう。話戻しましょう。そう、高野選手のちょっとゴールが最近遠のいているので、やっぱね、キャプテンで23番でエースで出てくれてるので、そこはもう常に期待したいなと思います。はい。やっぱね、乾選手の関係がめちゃくちゃいいタイミングの時、またはブラガ選手が中央に入っている時がよく高野選手決め入れてくれるパターンなのかなと個人的に、うん、なんか思っているので、あと決定機ここ最近のねっていうのも含めてそう思うので、なもうちょっと、ね、今後もっとエスパルスが良くなるためにそこのところも期待して見ていこうかなと思います。はい。というわけで今日の GOM いきましょう。今日の GOM、 うーん、いや、これ結構悩むんですけど、宇野禅斗選手、はい、宇野禅斗選手でお願いします。はい。やっぱね、正直最初加入した時カンビアッソのような感じのプレースタイルなのかなと思っていたのですが、どちらかというとなんか山口穂太選手みたいですね。はい。山口穂太選手のように、ミドルとかそういう決定機も決定力すごい決めれる選手でもありつつ、まあ、でもこうやってね、ボール出し能力にも長けてるっていう、いや結構アンカーの位置にいてくれたらものすごく頼もしいなっていう選手だなと思いました。はい。いやー、だから個人的に、めっちゃ個人的にですよ、めっちゃ個人的にもし 4-3-3 みたいな感じでやるときにダブルワンボランチに宇野禅斗選手入れて、でもう2枚のところに、宮本選手と中村亮太郎選手が入ったらどうなるのかななんてのもちょっと思ったりしました。はい。だから中盤3枚みたいな感じですね。なんかそういったのも、まあ、いつか見てみたいなと思いつつ、今勝ってるから、まあ、別に今このシステムでいいのかなと思います。はい。なんかそういったね、システムもいつか見てみたいななんてのもちょっと思うような、そんな試合展開でございました。はい。皆さんはこの試合、見てどう思いましたでしょうか。ぜひちょっとコメント欄のところとかいろいろバーって書いてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、電池からは以上となります。というわけで、チャンネル登録と高評価もしよければよろしくお願いします。というわけで、現地からは以上です。お疲れ様でした。バイチャー。